来たか。京一から話は聞いている。プロジェクト D にバトルを申し込んできたのもお前か。見たところ普通の86のようだ。兄貴、俺にやらせてくれ。この86はできる。俺には感じるんだ。いいだろう。ケスケ、気をつけろよ。お前は闘争心が勝ちすぎる嫌いがあるからな。分かってるさ、兄貴。俺は藤原とバトルするな。誰にも負けられねえんだ。プロジェクト D で鍛えた腕を今こそ発揮してやる。遠慮なくやらせてもらうからな。家臣がいっぱいいっぱいじゃねえか。プレッシャーかけてるつもりだろうが、その手に乗るか。くそ、えらく煽られてる気がするぜ。なんだ今のは。ふやけたコーナリングしやがって。面白みのねえ走りだぜ。しかすぎだ。今は我慢してついていく。どっかでチャンスをつけないとな。気になるな。甘いぜ。あんたの弱点見切った。お前が負けるほどの相手だったとはな。こちらも対策を考えなきゃいけないようだ。